自体すごく久しぶりだったこともあってこの空気感がすごく緊張したんですけど緊張したのとあとは今年のレースが思うようにいかなかったレースがたくさんあって完走もできなかったレースも何個もあったのでそもそも今日が完走できるのかということに対して不安があってあとはもうメンバーがすごい強い人たちばっかだったのでそれもすごい緊張して朝は本当笑いたくても笑えないぐらいガチガチだったんですけど始まってしまえばやっぱ自分の走りに集中していけたのは良かったかなと思います。ただちょっと内臓がトラブルがあったこともあって下りが飛ばせなかったのが残念だったのでちょっとそこは課題かなって思ってます。でまずはでも優勝できたことがすごく嬉しいです。と世界選手権は3回目か4回目ぐらいなんですけどとまだメダルには届いてないので今回こそメダルを目指して1年間準備していきたいなって思ってます。はい、今日は本当にタフなレースでしたね。昨日のバーティカルもかなり、接戦だったので同じようにタフだったんですけども、2位の笠木選手は本当に、あそこはライザのエイドステーションで抜かれたりだとかしていたのでかなり精神的にもきついレースでした。ただやっぱり今回家族も応援に駆けつけてくれてましたし、
まあ、今回のこの怪我を機に、まあ、ここまで、いろんな全国ちょっと出張がてら、いろんなファンのとの交流を深める場を作ってきた中で、やっぱり改めてその応援されているっていうことをね、すごい強く思って今日は走りました。まあ、その結果、まあ、最後までね、集中力切らすことなく、まあ、本当にあまり秒、差が開くことなく、なんとか逃げ切った形だったんですけれども、まあ、ひとまずは、来年に向けて、来年の世界選手権に向けて代表の枠を勝ち取れたのは良かったかなと思います。まあ、スカイランニング世界選手権については、まあ、これまでコンバインドとバーティカルは優勝して世界一になったことありますけれども、まあ、一番の花形種目のスカイレースで優勝することが僕の目標でもあったりとかするので、まあ、そこに向けて仕上げていきたいなと思います。